どうもガガルトです。皆さんモテる人に特徴あるって思いませんか？まあイケメンとか優しいとか、あこいつはモテるなって思うようなモテる人に共通する特徴ってやつが、でこれダイエットでもあると思うんですよね。要はあこの人痩せるなっていう痩せる人に共通する特徴で、今回インスタで痩せる人に共通する特徴何かありますとアンケート取ってきたので、その特徴を皆さんにシェアしていきたいと思います。その特徴を見て、あ自分はこの特徴あるわっていう人はテンション上げてもらって、逆にうわ全然当てはまってないんだけどっていう人は、その痩せる人の特徴を参考に自分もその特徴を身につけるってのをやってみてください。全然特徴って後天的なものなんで、後から身につくからね。で、早速参りましょう。なんだかんだ動いてる。まあ、これはそうですよね。痩せる方法ってシンプルに食べ過ぎないか運動するか、この二つなんで、普段からこうわさわさと動いてる人はやっぱ痩せてる人多いですよね。仕事が接客業で立ち仕事してるとか、営業の外回りでめちゃくちゃ歩いてるとか、学生さんだったらまあシンプルに運動部所属してるとかですかね。まあ、そういう人は痩せやすいと思います。まあ、なので普段全く動かない人、リモートワークで家から一歩も出ません、超インドアで一日中映画見てますみたいな人はちょっと意識的に運動をする、まあ、そんな激しい運動とかしなくていいんで、家の外に出て散歩をするってのをぜひやってみてください。次、姿勢が綺麗。これはね、痩せるっていうか痩せて見える人の特徴って感じなんですけど、特にすでに体重が低い人に当てはまるんですけど、体重が低くてすでに痩せてるはずなのになんか下っ腹が気になりますって人結構いるんですけど、その人って脂肪がすごいついてるんじゃなくてシンプル姿勢が悪いって人が多いんですよ。姿勢悪いとそれだけで下っ腹って全然見えちゃうんで、その人はこうやって胸を張って立つだけでスタイルがよく見える。基本的に力を抜いてダラーっと立ったらみんなスタイル悪く下っ腹って出て見える、太って見えちゃうので、自分姿勢悪いんだよなっていう人は意識的に姿勢を良くして歩く生活するようにしてみてください。次、恋してる。これはね鉄板だと思います。前ダイエットなんで始めたんですかみたいなアンケート取った時も、好きな人ができたとか好きな人に振り返ってほしいみたいな回答が結構あったんですよ。まあ、一人でいると痩せる必要って言うことないじゃないですか。誰かに体型についてとやかく言われるもんでもないし、魅力的に見せようっていうモチベーションも湧かないからね。自分しかいないわけだから。でも他人がいるというか好きな人ができるとやっぱねよく見せたいじゃないですか。おしゃれに気を使ったり、その中で体型に気を使ったりってのもあると思うんですよね。なので痩せるモチベーションがなかなか上がらんなっていう人は、好きな人を作ってみるといいかもしれないですね。次、いい意味で細かいことを気にしない。これは本当そうだと思う。僕一応これでもトレーナーなんで、これまでいろんな人にダイエット指導してきたんですけど、痩せる人って結構どんどん前向きに行動できるんですよね。例えば何か失敗しちゃいました、ドカ食いしちゃいました、お酒飲んじゃいました、飲み会来ましたってなっても、次次頑張ろう頑張ろうみたいな感じで、なんか過去は振り返らないみたいなね、次頑張ればいい、取り返せばいいやって人が結構多いんですけど、逆に痩せない人ってすっごい気にしちゃうんですよ。食べ過ぎたら、あー自分はなんて悪いやつなんだ、ドビーは悪い子、ドビーは悪い子みたいな感じにめちゃくちゃ自分を追い込むんですよね。実際そんなに気にする必要ないんですよね。少しくらい食べ過ぎたってお酒を飲んだって、その後いつも通りの食事でダイエットを再開すれば、まあ、すぐ取り戻せるんですよ。実際そんな気にする必要はないんですよね。でも気にしちゃうタイプの人って、その一回の失敗で、ああもう自分はダメだって追い込んで、でそれがストレスになって、そのストレスを解消するためにまたドカ食いするっていう負のサイクルに入りがちなので、まあ、まずそんな責める必要がないってことだけ、完璧主義にならなくていいよっていうことだけは強調しておきたいですね。もう食べ過ぎた翌日以後を食事に気をつければ本当にすぐ取り戻せるんで、まあ、あんま気にしすぎないようにしてください。次、食より睡眠。これもねある。冒頭でも痩せるためには食事運動、これがとにかく大事っすよっては言ったんですけど、睡眠も大事なんで。というのも睡眠不足だとストレスが抜けきれないんですよね。毎日生きてれば何かしらストレスってたまるじゃないですか。で大体食べ過ぎちゃう人ってそのストレスを解消しようっていう時にやっちゃうんですよね。ああもう仕事つらい、食べようみたいな。そのストレス解消に一番効果あるの何ですかって言ったら、まあ睡眠なんですよ。しっかり寝てる人ってそれだけストレスがたまりづらいし、ストレスにも強くなるんですよ。しっかり寝てる人の方がメンタルが安定してるから、ちょっとポって言われてるのもフンって流せるけど、あんま寝れてない人、睡眠不足の人ってちょっと何か言われたらあーってなっちゃうんで、それだけ睡眠って大事なんですよね。食事と運動がダイエットにおけるオフェンスだとすれば、睡眠ってディフェンスなんで、いくらオフェンスで攻めても12点取っても12点取られたらサッカーって負けちゃうじゃないですか。まあオフェンスも大事なんですけど、攻めることも、ただやっぱディフェンスも大事なんですよね。結局バランスだから。だからこれまで攻めること、食事とか運動しか考えてこなかったわっていう人は、一回
回睡眠もぜひ気をつけてほしい。しっかり寝るだけでダイエットの難易度ってめちゃくちゃ下がるんで。次、毎日習慣化していることがあるルーティーンってやつですね。ルーティーンはやっぱりすごい効果的なんですよ、ダイエットにおいて。それはなぜかっていうと、例えばですけど何も習慣化ルーティーンにしてない人、その人って毎回その日何食べるかを考えてると思うんですけど、それってやっぱめんどくさいじゃないですか。タンパク質はこれぐらい取らなきゃいけなくて、カロリーはこれぐらい抑えなきゃいけなくてって言って、毎回毎回頭を悩ませちゃうから日々辛いんですよね。それだけでストレス。それとは対照的にルーティーン作ってる人、例えば朝プロテイン飲みますっていう人、そうするだけでもタンパク質確保できるし、でプロテインってカロリーは低いからカロリーは余裕があるみたいな、だいぶ食事の選択の自由ができるんですよね。何も考えずに食べてる人と朝プロテイン飲むってルーティーンしてる人だったら、頭を使うストレスがルーティーンしてる人の方がないんですよ。ではルーティーンって何がいいかって、頭を使わない楽をすることができるからダイエットには有効なんですよね。だから結構痩せる人って共通してルーティーンになってるものがある。何曜日運動するとか、朝はこれ食べるみたいな、自分にはルーティーンがないなという人は一回作ってみてください。今言った朝プロテインを飲むとか、そういう簡単なやつでいいんで、とにかくそれを作ったら今後の自分が楽になるっていうルーティーンを一回作ってみてください。次、ご飯食べ忘れてたとか言ってる、これもねあれあれだと思います。痩せる人って人生における食の優先順位が低いんですよ。仕事もしたいし、本も読みたいし、映画もしたいし、ゲームもしたいし、お出かけもしたいしみたいな、でそのいろんな欲望の中に食があるっていう感じ。だから日によっては読書とか映画に集中した場合、食を忘れるっていうことが起きたりするんですよね。その結果食べ過ぎないから痩せるみたいな。それとは対照的に痩せない人って食しか好みがないんですよ。ご飯以外楽しみがない、私が生きる人生は食事だみたいな。そのタイプだとやっぱ太らざるを得ないかなって思うんですよね。だって食事以外に興味がなくて、とにかく食べたいわけだから。まあ、痩せる人って多趣味なんですよね。いろんな方向に興味があるというか、ベクトルが向きやすいっていうか、もし自分の趣味って全然ないな、無趣味だなって思ってる人は一回探してみた方がいいと思います。手軽なものだったら映画とか、まあ、アプリとかゲームでも何でもいいんですけど、食以外で興味を持てるもの、あ、なんかこれ楽しいなって思えるものをぜひ一回探してみてください。次、痩せる人お腹いっぱいの基準が味に満足したら、太る人物理的にパンパンになったら、これもそうなんですよね。僕もこれは痩せる側の特徴を持ってるんですけど、僕ってご飯食べた時にお腹がパンパンになるまで食べたことないんですよね。食べ進めていくと美味しさってこう右肩下がりになっていきませんか。一番最初の一口目が美味しくて、その後なんかだん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 なんか美味しさって緩やかに下がっていって、でどっかでもういいやって言って食事を終えるみたいな、そんな感じなんですけど、太る人って結構本当に物理的にお腹がパンパンになるまで、美味しいか美味しくないかの前にパンパンになるまでいっちゃうって人が多いイメージがあって、その原因になるのが僕最近気づいたんですけど、一回で食べる種類が多すぎるんじゃないかなって。例えば僕 Uber Eats でご飯食べるってなった時に、大体僕注文するの1品なんですよ。多くても2品、主食とおかずか、もしくは主食とおかずがセットになってる丼物を頼むか、要は 1,2 品しか頼まないんですよね。でそれとは対照的にお客さんに Uber Eats どんな感じで頼みますっていう風に聞いたら、3人いた時に12品くらい頼んだんですよね。要は1人当たり4品。え、なんでそんな頼むんすかって言ったら、え、だって一度にいろんなものを食べたいじゃんみたいな、あ、これかって思ったんですよ。僕って1品を食べ進めるから飽きる、だから食べ終えるっていうことができるけど、いろんなものがあったら一つのものを食べて、飽きたらまた次のものを食べて、で飽きたらまた次のものを食べて、最初に戻るみたいな感じに味を細かく変えることでずーっと美味しいままキープしてる。だから量いけちゃうっていうんだと思うんですよね。これはね最近気がつきました。あ、こんなに注文の仕方って違うんだと思って。なのでもし1回の食事でどうしてもコントロールできないとか、ついつい食べちゃうんですよねっていう人は、一度にいろんな種類のものを頼みすぎてる可能性があるので、外食で注文するときに品数を減らすとか、自分で自炊するときも品目を減らすみたいに、ご飯の種類を減らすようにしてみてください。そうすると多分飽きが来やすくなるんで、あんまり食べ過ぎにならないと思うんですよね。次、ポジティブ。これも大事ですね。やっぱ痩せる人って基本ポジティブなんですよね。例えば食べ過ぎてしまいましたってなったとき、いやでも普段頑張ったからな、息抜き息抜きって言って食べ過ぎのいい面を見てくれるんですよね。で逆に痩せない人って食べ過ぎた時に悪い面を見ちゃうんですよね。あ、なんで食べ過ぎちゃったんだ、私は自己管理ができない卑しい人間だ、死のうみたいな負の方向に突き進んじゃうんですよ。でも世の中のほとんどのことってもちろん悪い面もあるけど、いいこともあるじゃないですか。例えば自動車を見て、車に乗ったら事故る可能性あるし、煽り運転とかされたくないんだよねみたいにネガティブな面をつら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 話すことはできるけど、逆に車に乗ったらいろんな特
ところに行けるし、友達とドライブをすることもできる、人生楽しくなる、選択肢広がるよねっていう考え方もできるじゃないですか。いや、目の前に起こった出来事、世の中を悪く捉えるか良く捉えるかってもうその人次第なんですよ。全く同じ出来事でも悪く捉えることはできるし、良く捉えることもできるんですよね。僕はハゲかかって坊主にしましたけど、あーもうおしゃれな格好できない、持ってない、人生終わりだとはならないんですよ。別におしゃれしたいんだったら帽子かぶればいいわけだし、むしろ僕坊主にしてから美容院に行くストレスなくなったし、お風呂から上がるのが早くなったし、ね、むしろいいこと多いなって思ってるぐらい。物事っていい面悪い面ある、カードの裏表だから、まあだったらいい面見た方が良くないっていう話です。その方が精神衛生上いいじゃないですか。自己肯定感も上がるし、人生も楽しくなると思うんですよ、ダイエットに限らず。まあだから癖として悪い面を見るっていうか、ネガティブな人は一回ポジティブな面も考えてみてください。絶対に見つかるんで。見つからないなんてことはないと思う。次、部屋が綺麗。これね、意外と真理だなと思って、まあこれ僕の個人的な考えなんですけど、痩せない人って掃除で部屋が汚いことが多いんですよね。でこれなんでなんだろうなと思った時に、多分なんですけど、情報量に圧倒されちゃうタイプなのかなと思って。例えばダイエットってやらなきゃいけないことってたくさんあるじゃないですか。食事気をつけて、運動して、寝て、丸々に気をつけて、丸々やってみたいな、そうやってやらなきゃいけないことがたくさんあると、どれかやればいいんだっけ、あ、うわーみたいな感じに、何やればいいか分かんなくて結局何もできないみたいな。で、部屋が汚いのもこれと共通してることがあって、あ、部屋汚いな、これ片付けなきゃ、あ、でもあれもやんなきゃな、あ、でもあれも、あーいいやみたいな。もう汚い部分が多すぎて、どれから手つけたらいいか分かんなくなっちゃって、もう諦めるみたいなね。まあでもこれ誰しも起きることだと思うんですよね。僕も基本的には部屋そんな散らかってはないんですけど、何か仕事でストレスを抱えた時とか、なんか嫌なことがあった時って、やっぱ部屋汚くなっちゃうんですよね。食べ終わったゴミとかそこに置きっぱなしみたいな。それが多分ストレスが溜まっていっぱいいっぱいになっちゃって、目の前のことに集中できてないからだと思うんですよ。こういうのはやっぱ休めないことにつながりやすいと思うんですよね。結局行動に移せないわけだから。これの対策なんですけど、とにかく目の前のめちゃくちゃ小さなことを一つでもいいから、それをやってみるって感じ。例えば部屋が散らかった時だったら、目の前にあるおにぎりのゴミ、まずはこれ一つだけ捨てるみたいな。もう本当にそれだけでいい。人間って不思議なもので、本当に小さなことでも一回やったら、なんか勢いがついていろんなことができるようになるんですよ。ダイエットでも、うわ何がやればいいか分かんないって状態から、まずはカロリーにだけ気をつけようみたいに、本当に一点縛り、もうそれだけやりますっていう風に一回やり始めたら、その後って結構スイッチが入って、まあ、カロリーに気をつけたら水銀タンパク質気をつけるか、どうせなら運動するかみたいに、いい方向に転がりやすいんですよね。で、いい方向に転がった結果、100点満点のことができるのはいいんですけど、最初から100点満点目指すと、さっき言ったみたいに頭がパンクして、あーもういいや何もやらないってなっちゃうので、まず一番最初は一つだけでもいいからやってみるってのをおすすめします。特に部屋が汚くなりやすいタイプの人、一つだけやるってのをぜひ一回やってみてください。まあそんな感じですかね。一応最後に言っておくと、痩せる人の特徴って言って今回紹介したんですけど、この特徴って先天的なものじゃないんで、自分はこの特徴がないからもう直すことができないとか、そういうもんじゃないんですよ。これってなんかただ自分が知らないことを実践してなかったってだけなことが意外と多いんで、なのでぜひ、あ、自分はダメなんだっていう風に諦めないで、今回動画を参考に一回やってみてください。騙されたと思って。そうするとダイエットがめちゃくちゃ簡単に感じ始めると思うので、よかったら参考にしていただければと思います。